はい、どうも、たけたけです。あいとつで、オリオンちゃん、分析後編動画やっていきたいと思いますが、まあ、まずその前に、次回反響、お疲れ様でした。まあ、添付の際ですね。もう私としては本当に忙しい次回反響の回なんで、この2週間ですね、めちゃくちゃ負荷が大きかったですが、まあ、それも終わり、そして次回反響終わった後のこの声援回るキャラクターですね。の分析動画が終わると今月はやっと一息ということで、そんなおーちゃんの分析も後編動画まで来たんで、ちょっと今回はこちらオリオンちゃんにちなんでオリオンビールですね買ってきました。なんでちょっと飲みながらやりますか。オリオンちゃんに乾杯いただきます。はい、とつてやっていきましょう。はい、こちら分析後編動画の方では、このキャラクターの戦役だったり、ボス戦、白戦や対人戦なんかの総合評価、そしてまあ初日この材料で、ひとまず東洋ライン突破してるかどうかの東洋判断ですね。一緒に見ていきましょう。はい、まずは戦役だったり、ボス火力ランキング見ていきたいと思いますが、戦役ですね。オリオンちゃん 53,700% から 123,510% ということで、結構火力高いですね。で、戦役の方は、何回も挑んでいく中で、まあ、コンボがうまく噛み合わなくて下振れた時に敵を取り逃がしてしまうと経験値が落ちてしまうので、まあ、低くても、まあ、コンボが決まらなくても高い火力が出るかどうか、まあ、つまり最小火力が高いかどうかが重要ですが、はい、そちらでそうとしてみると、はい、今回のオリオンちゃんですね、なんと上から見ていって第10位とめちゃくちゃいい成績ですね。まあ、MR キャラクターもう180体近くリリースされてますが、その中で第10位と、もうこれは十分な成績だし、クリティカルなんかがこれ出ない前提ですが、もし出れば10万超えますからね。はい、そういったキャラクター上の方にもなかなかいないと、まあ、ちょっとスタンの方がバケモンですが、でしかもオリオンちゃん箱を使えるんで、そこまで入れたらもっと上行きますね。そしてまず戦役火力が高いのと、あと命中パッシブも専属武器作っていればレベルかけ300ゲットできるんで、弓章の中でちゃんと命中もあって火力も高いということで、命中もしっかりあって火力もあるということで、戦役基準は大幅にクリアですね。まあ、最初の副将として登用したらちゃんと暴れ回ってくれると。はい、じゃあそんな戦役ステージ高いところで経験値稼ぎするためのボス突破どうかですが、ボスの方も 53,400% から、なんと 122,820% ということで、はい、ボスの方は何回も挑んでいく中で、まあ、うまくクリティカルなんかが出たりしてボスを倒せれば次のステージそれっきりで進めるんで、まあ、こっちの最大火力の方でそうとしてみると、はい、こちらなんと第2位と、まあ、差のほどとはいきませんが、なかなかいい成績ですね。まあ、しかもこのキャラクター1体だけでも箱を使えるんで、まあ、箱を連撃で、まあ、ボスの HP が 50% より高い間はだけですがボスを詰めていくことができると、ああいう突破力の高さは結構いいところ行ってるんですよね、ボスも戦役も。なんで最初の主力として登用した場合、まあ、スタノーほどじゃないにせよめちゃくちゃいい突破力見せてくれそうだなというところですね。まあ、ただ注意が必要なのはオリオンちゃんクリ率補助なんかが、一応冷血と流血から合計 40% クリ率補助がありますが、まあ、ボスとのレベル差がつくとクリティカルそれでも出なくなってしまうので、まあ、やっぱり七星キャラクターだとか祝福キャラクターなんかにクリティカル補助をもらってなんぼなキャラクターなんで、まあ、レベル差があるとこっち側に寄ってきてしまうので、その点ご注意ください。まあ、とはいってもこの間ぐらいの火力だとしても十分強いんで、しかも箱を連撃できるんで、まあ強いに変わりはないです。命中もあるし。はい、で、ボスが4名体制になる971ステージですね。新ステージ換算でいうと1036ステージの戦術。まあここボスが4名体制になるんで、まあその中の一番上のボスを2ターンで倒すという戦術ですが、まあその一番上のボスですね、に対するダメージパーセント 55,200% ということで、こちらもランキング取ってみると、はい、上から見ていて第5位とめちゃくちゃ強いですね。はい、しかも攻撃力ベース防御無視攻撃も割とスキル2では乗っかってくるんで、ちゃんとしたのが。はい、ちゃんと強いです、ここも。はい、そして、オリオンちゃんに関しては、戦役ボスともに東洋ラインですね、数値的に大幅に突破していると言っていいかなと思います。あくまで個体としては。はい、そんなオリオンちゃんの対人戦の得意不得意見ていきましょう。まず獲物とする相手としては、復帰時一旦夢中だとか、復帰時一旦玉壁、復帰時一旦抗議キャラクターですね。このキャラクター遠征一ターンを致命傷をぶつけたタイミングで敵につけれるんで、致命傷を受けて復帰するタイミングに一ターンの白バフですねつけるキャラクター、まあざっと私が見てきた限り、まあ3種類ですね、抗議、玉壁、夢中で場に戻ってくる白バフキャラクターいるんですが、まあ夢中キャラクター結構いっぱいタゲがいますね。復帰してきて夢中で場に戻ってきた時に罪悪制裁をつけることで、その夢中の効果をなくしてそのまま落としに行くことができると。まあちょっと毘沙門天なんかは狂乱状態で落ちた場合には狂乱も抱えたまま復帰してくるんで制裁つかないんで、ちょっと毘沙門天はご注意ください。はい、結構バッファーですね。大使命だとか、キューちゃん、ジョフク、ケンテといった復帰時に隠れるキャラクターをそのまま殴り倒すことができたり、まあ、あと、無比課金帯ではマーリン、未だにめちゃくちゃ強いんで、その夢中を無視できるのはかなりマーリンキラーですね。はい、あとは復帰時一旦玉壁キャラクターも意外と結構います。ただ、有名どころが大使命とか、まあ、工芸ぐらいですかね。工芸は復帰時というか、ダメージ受けるたびに玉壁になるんで、まあ、さっきの対マン戦でも実はその玉壁無視してましたね、制裁で。で、あとは、やっぱり抗議キャラクターの利子ですね。まあ、これ無視できるのは大きいですね。本当に厄介なタンクなんで、まあ、リシュは抗議攻略したらもう勝ちみたいなところあるんで、めちゃくちゃリシキラーです。あとはタンク全般ですね。まあ、これはタンク自体を殴りたいというよりは、冷血によってタンクを殴らないで他のタゲを殴りに行くことができるんで、まあ、タンクがやりたい味方をかばう機能を無視することができるという意味で、
タンクが獲物となってます。はい、で天敵としては反射キャラクター全般、まあ、これはタイマン戦見てもらえれば手っ取り早く理由はわかるかなと思います。反射で落ちますね結構。であとは体力値が高い生後剥がしキャラクターってことで、このキャラクター復活した後初行状態に入って生後状態剥がれなくすることができるんですが、いかんせん HP が低いので、まあ、特に体力ですね、まあ、というか HP が高い剥がしキャラクターに HP マウント取られて初行状態の生後が剥がされてしまうということが起きてしまうんですね。代表的な体力値高いキャラクター名前出しましたが、しかも生後剥がせるキャラクター、オーちゃん自体の体力がそもそもめちゃくちゃ低いんで、これだけじゃなくてその他多数ですね、いっぱいいますんで普通に剥がれると思ってください。であとはやっぱり残影だったり盲目使うキャラクターなんで必中キャラクターですねは苦手ですね。はい、そして相乗効果があるキャラクターとしては集中攻撃キャラクターと組みたいなという気持ちはありますね。やっぱりさっきの夢中無視バッファーの夢中効果をなくすことができるんで、まあ一回タゲを決めたら殴り続けるキャラクターですねっていう集中攻撃キャラクターと制裁が相性いいかなと思いますね。代表的なところで言うとリコ、まあ、このキャラクター自体が軽眼で夢中無視するんですが、だとか、まあ、帰国士とかミカちゃん、あと意外とビシャモンテンも集中攻撃だし、まあ、やっぱり弓パー作るって意味だとミカエル、スタノー、エンテイ、トークンあたりと組めるところはめちゃくちゃいいですね。こちらスキル1です。でスキル2の方は弓章で言うとアポロがいますね。あと工芸あたりが集中攻撃キャラクターなんで、まあ、弓パー作った場合大体のキャラクターとシナジーありますね、集中攻撃って意味で。まあ、うまく制裁つけて集中攻撃で葬ってもらうみたいな攻撃パターンもありかもしれませんね。相手オスで相乗効果、その他は弓パーですね。特にスタノーから剥がれない残影化だったり暴走もらったり、ミカエルから祝福もらったり、まあ、アポロは兼任くれますが、まあそこまでダブルアタッカーとして立ち回りたいですね。であと桃地丹波と組むと制裁が剥がれなくなるんで、まあ、少しだけ得します。はい、その他にはクリ率アップ系バッファーってことで、まあ、スキル1もスキル2もクリ率補助がちょっと足りないんで、火力ちゃんと作るためにはクリ率アップですね、祝福や七星もらいたいとこですね。まあ、幸運でもいいですね。はい、あとスキル1で盲目使うキャラクターなんですが、剥がれない盲目化するために馬長の血善お仲間連携スキルなんかでつけてあげると、まあ、より盲目が少しだけですが 長持ちするかなといったとこですか。はい、そんなオリオンの対人性能ですが、総合ポイントとしては199ポイントということで、こちら順位としては上から見ていって第22位という結果となりました。シユーちゃんとか、まあ、弓章でいうとエンテイやミカエル、スタノートってこの前の、まあ、シナジーがちゃんとあるキャラクターですねに比べて、オリオンちょっとシナジー自体は持ってないので、ここら辺のキャラに助けてもらうっていうような位置づけのキャラクターなのかなって意味で見た場合にも、まあまあちょっと納得いくかなという位置づけになりましたね。まあとはいっても22位はめちゃくちゃいい順位だし、まあこの点数はあくまで目安程度のものですので、重要なのは何が得意で何が苦手かっていう細かい部分ですね、見て自分のデッキに必要かどうかを判断することなんで、はい、まずはこの青いゾーンですね、硬さの評価見ていきましょう。弓章なんで生身柔らかいですね。で回避性能に関しては残影だったり盲目の2つの隠れる手段があると5ポイントで、ノーダメージ系耐久に関しても日陰をどんどん自分に重ねていくことができるんで、まあ、これ4点とかでも良かった かもしれませんね。あと剥がすことができないタイプの耐久、ここはちょっとだけ最近のキャラに比べたら低いかなと。まあ、残影が剥がれちゃうんで、まあ、残影のポイントがこっちに行った感じですね。まあ、ここにはその他にも盲目だとか罪悪制裁なんかも敵の火力下げますが、まあ、そういった剥がれちゃうタイプの耐久に結構頼ってる部分があるんで、まあ、とはいっても硬いですけどね、この2つのポイント合わせたら。あとは目立つところとしては、まあ、あとは状態状態性高いところもいいですね。で赤いゾーン行きましょう。火力面見ていくと、格上同等格下相手に対する火力ですが、格上に対する火力がちょっと低めかなと思ってます。まあ、ちょっとレベル差があるとクリティカル出しづらくなるんで、クリティカルないと一気に火力細ぼっちゃうかなと。はい、そういう意味で同等や格下にはめちゃくちゃマウント取るなっていうような印象がありますね、クリティカルで。まあ、弓章ならではですね、ここは。であと生後剥がし機能やバフ剥がし機能がとても充実しているというところも点数は高く、はい、その他純視力活躍に関しても、まあ、制裁の割り込みいいですよね、バッファー潰しに結構唯一無二感のあるいいスキルだなと思います。まあ、罪悪箱をつけたり流血つけたり盲目つける嫌がらせも、まあ、純視力に落ちたとしても継続することはできますし、条件内のいいですよね、デバフの多くに。で配置柔軟性に関しては、まあ前衛前列か後列あたり、それか応援前半ぐらいですかね、味方の攻撃を利用した割り込みが得意なんで、なるべく味方が多い時に一緒に紛れさせておきたいキャラクターですね。まあ後半の方の人数が少なくなるタイミングというよりは、はい、まあそういう意味ではちょっとデッキの置き場所ですね、やや融通が効かないので、まあ、将来的にいっぱい副将ちゃん持つようになった時に困る可能性はあります。はい、その他には支配力、まあこれはバッファーを潰せるかどうかですね。明日ちょっとデッキ戦楽しみですね。バッファーガンガン潰しに行けるキャラクターにもしなっているのであれば、盤面の雰囲気、バッファー減るだけでめちゃくちゃ変わるんで、場の掌握してるようなもんですからね、バッファーを退場させるっていうのは点数高めに今のところ見積もってます。であと敵陣弱体化はもうデバフばらまきまくるんで得意ですね。はい、合計199ポイント、22位、なかなかいい点数ですね。はい、そして白戦の方は 71.5 ポイントということで、こちら順位としては第8位という結果となりました。まあ、ただちょっと白戦の点数の方は
ちょっと古いキャラクターの評価が甘すぎるところもあったりするんで、まあなんか言ってるな程度で見てください、これは。まあとはいうものの、このキャラクター自体、スキル1、範囲攻撃からの連撃、スキル2は10回攻撃で箱を敵につけながら連撃できるんで、結構火力キープ、まあ単発突破にせよ、継続して突破していくにせよ、強いキャラクターだなと思ってます。で、攻めは先手で殴ることで、日陰状態に2ターン入ることもできるんで、敵の強烈なカウンターなんかも2発は 20% でいなすことができたりして、敵の攻撃回数結構受け止められるんですよね。で、あと反射爆弾に関してもスキル1に HP 回復機能があり、スキル1であれば弱い一撃で落ちるような反射爆弾踏み抜くのは問題ないかなと。で、主上に関してもまあまあ硬いからいいですが、日陰が自分のターン迎えた後じゃないと発動できないので少し心配ではありますね。はい、ということで 71.5 ポイント。はい、というようなリオンちゃんですが、今回の総合評価、東洋判断ですね、はランクとしては A ランク、東洋ライン突破してます。はい、突破してますが、ただしおすすめとはちょっと言えないかなというところですね。まあその理由としては、まあこのキャラクター登用するのであれば、その後のデッキの組み方がかなり大きく弓パに傾くことになり、まあやっぱりどうしても残影剥がれないものにしたいんで、弓パで作っていきたくなっちゃうかなってところなんですよね。まあちょっと仲間連携とかで手軽に剥がれない残影化してくれるキャラクターとかがいたら、このキャラクターを帽子パとか武将パ、その他混合デッキなんかにさらっと入れることもできるんで、まあ別に弓パに確定するわけではありませんが、まあ基本的には弓パの方向に傾いていくようなキャラクターになるので、まあ最初の主力としてこのキャラクターを登用した場合、その後の進路変更がとても大変なので、無備課金の方にはあんまり強く進められないかなっていうところですね。まあ私のイメージとしては、まあ中上級者の2周目の放置少女の遊び方として気楽な気持ちでやるようなキャラクターかなと。もう戦役だったりボスなんかの突破力めちゃくちゃ強いんで、まあ最初の主力として登用した場合、しばらくサバ内でいい順位取れると思います。まあ対人戦も別にさっき対マンやりましたが、負け結構多かったですが、弱くはないですからね。 A プラスとか A まではいけませんが、 A マイナスぐらいの実力はあるかなと思ってますね。あと最初の主力投与した後、しばらくはバッファーを集めていくフェーズになると思いますが、お互いそういったデッキ同士の戦いの場合、このキャラクターバッファー潰せますからね。こっちはバッファーで固めて、向こうのバッファーは潰すみたいな戦い方できたりして、ちょっとそこら辺の、まあ、初期の頃のデッキですねの戦いで使った場合どうなるかを見てみたいですよね。主力このキャラクターで、まあ個人的にはとてもワクワクするキャラクターではあるんですが、ちょっと初心者の方にはあんまり最初の主力として登用するのはお勧めできないかなと。まあ、あくまで個体スペックの能力として登用ライン突破しているっていうだけで、まあ、その後の運用だったり舵取りが大変になることを考えると、登用ライン突破の見送りみたいなね、謎の評価になりますね。はい、個体スペックはその他多くの副将より戦役だったりボス対人総合ポイント高いですね。はい、ですがお勧めはしないと。飲みますか、乾杯。はい、ことで、まあ9月は噂の暴れそうな帽子も月末に来そうなんで、基本的にはそこに少女の成長だとか、まあ運営さん一押しのキャラクターとしての育成補助なんかもあったりするんで、まあ月末待った方がいいかなって気はしますね。今ただ明日デッキ戦でこのキャラクターに暴れてもらおうと思ってますんで、弓パデッキですね、ぜひ楽しんでいってもらえれば、ちょっと無備課金には贅沢なデッキになりますが、ぜひ楽しみに見てもらえると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。